何何何、クチレファンの皆様こんばんは、日本テレビアナウンサーの木村優子です。うつもうちの娘2人がもう深夜お騒がせして申し訳ございません、まあ、私はいつもおとなしくやるようにと言ってるんですけども、のびのびやりすぎまして申し訳ございません。まあ、大体ですね、私あの回確かに2人から、あ、木村さん VTR をお借りしましてどうもありがとうなんてお礼を言われまして、見ました。確か野球中継が延長になったかな、多分私はいつもよりオンエア時間が遅かったよりそれをちゃんとちょっと逃げないで、ちゃんとスライダーさんあるたち司会なんだから、わかる、お仕事放棄しちゃダメでしょう、早く座んなさい。やぶちゃん、今怒ってないから全然ね、全然怒ってないから、何、いつ整形したって言ってごらん、まあ、座ろう、まあ、座ろう座ろう、はいはい、それで長い、どこ行ったの長い、それ VTR じゃなかったの、 VTR だよVTR だよ。さあ、じゃあ番組進めましょうか。とりあえず道楽をいつもお楽しみいただいております。本当に。早く早く番組やろうよ。楽しみに来たんだから。ねえ。整形はしておりませんので、一応スーパーが出たらますますなんか本当にしたんじゃないかって問い合わせの電話があったのよ。長い。あれ？今日木村さんお休みじゃなかったでしょ。そうです。そうなんですよ。ほらね、やっぱり先輩といえば何、親も同然でしょだからもう本当いつも娘がご迷惑かけてるから、一同の不敬参観日っていうのがよくあるじゃない、ああいう心境ですね今日はね。まあいいから座りなさい、まあ、番組やりましょうよ。だいたい本当アナウンサーがこれだけのびのびと番組でお話できるっていうのは珍しい番組だもんね。本当にアップで寄っていただいても分かると思うんですけど、この美しさが整形の後はないでしょしつこいから、ごめんなさい、ごめんねすいません、本当にもう申し訳ありません、うちの娘2人が。でもアナウンサー特集やってやっぱ木村さんの方が一番反響大きかったですよ、うん、本当それだけ変わったってことかしら、視聴率が2を超えないっていうところだったのに、木村優子さんの番でダーンって超えましたから、まあ、ありがとうございます。一気にそれから口流見てくださる方がこんなに増えたんです。まあありがとうございました、もう今後ともよろしくお願いいたします。本当に、え、何その感じは、矢部元と永井のファッション度、うん、木村さんと一言、それはもうこの番組はね本当にいつも素敵よね、この番組さっきもいつも素敵よね。でもほら木村さんが前矢部にアドバイスしたっていうのを、この番組でも放送しましたよ。矢部はスーツなんかよりも普段の格好の方がいいっていう、そういう一言が彼女をねすごく勇気づけてるんですよいやそれはね別の番組でね、天気予報の時にそういう話になったんですいや寂しいなと思って、入りたかった、入りたかったんだけどね、本当ですね、そういいですよ、いつでも入れて上がっちゃうって言われて、交代しましょうよ、じゃあ交代、別にいいの、ゆうこさんはソロデビューを考えてそうそうそうね、演歌ゆうこさんでも今日も相変わらず鮮やかなお色でありがとうございます。もう最近ちょっと年齢的にもこういう色が似合ってきちゃったか なピンクの似合う年、聞いたことあるんですよいや赤が似合うとしたらほらまあベージュのお祝いとかさ、まあ、いいよ、番組進めよう、番組進めよう、いやー本当に私喋んないもん今日まあそれはいいとして、あ、番組行きましょうね、番組いいんですよ、木村さんゲストだから、え、なんかプレゼントのお知らせとかいろいろあるんでしょ、番組通りが、あら、こういう洋服って下に何もつきないものなんですかええ、この中というか、そうか、え、そんな姿だったの、私、木村さんと一緒にお風呂入ったことあるって言って木村さんもにおちんだよ、もういいよ木村さんスタイルいいんだよ胸を切るのに出しました、なんで知ってるの、谷間が必ずできるんですよ、何言ってるの、そう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 、最近ね、いいよね、寄せてこう上げるってやつですか、ゆうこさんイメージがゆうこさんイメージがここは編集で決めるとしてくれ
ね。申し訳ございません。ニュースキャスターでアンアンのだってサインかなんかですよ。ダメですよそんなことやったら。もうしょうがないな。永井さんも今度だんだん固めの方向でザ・サンデーを木村さんの後を継がせてよろしくお願いいたします。どうも、まあ、なんか引き継ぎで紅茶で申し訳ないんだけど ありがとうございます飲んでください。どうも失礼いたしました。おかわりになる。なんか番組まだ続くということで、あ、じゃあお車のように。はい、ありがとうございます。いや、はい、やダメよタクシーは。で、あのアナウンス室で待ってるから、後で話はゆっくりアナウンス室ですよね。ね、早めに来てね。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。私直で帰ろう。いや、それはないんじゃないか。直帰。え、私はどうなの。荷物置いてあるんですか。荷物置いて、ちょっと取ってきて。どうすんの。私この後だと打ち合わせをして。分かった。大神と松本。ここまで持ってこして。荷物一式持ってこい。荷物持たして、でそのまま出張とか控えちゃって、しばらく顔出さない。いやー、驚いた。まだ聞いてみよう。あ、今日はやっぱりあの爽やかな番組になったと思うんですけど、やっぱり最後にあのツークールの最後に本当にふさわしいゲストの方に来ていただきました。木村ゆう子さん、どうもありがとうございました。